始まってますか。はい。あ、皆さんこんにちは。太田隆一のブルースだよ人生はの時間がやってまいりました。イエーイ。本日は記念すべき第2回目でございまして、第1回目はですね、こちらの、スタッフの、かなうさんというですね、大変綺麗な女性が登場してくださいましたけれども、なんと今回この第2回目はですね、前回に引き続きましてもう一度かなうさんがお見えいただくことになりました。では早速お呼びしてみましょう。かなうさんどうぞ。大崩れに出没する日本猿みたいな。わかんないですか。だけどね、前回はあのちょっとこう普通な普段着でございましたですけど、今回はあ、そっか、はい、そうだ着替えちゃった。もうイケイケメイド服で来てくださいました。素晴らしい、どうもありがとうございます。いや実はですね、今回先週いたしました、はい、まゆみんの、うん、綺麗になりたいで、うんうんうん、特別ゲストでお見えになりました、田中俊夫さん。はい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 、ね、としちゃん、スーパーミュージシャン、うん、いや僕もねあれ動画で後で見ましたけど、その時いなかったんで。あ、そうでしたね。すごいっすね。うん、すごかった。やっぱねプロってこの声量とか、うん、このやっぱりねこのね、このねこの鳴らしっかな、このねアタック感がね違うんですよね。はい、で、うん、もうねそのすごい高いクオリティで、うん、クオリティでちょっとね今回もうまさに僕の番組にこそふさわしいね、うん、ゲストだと。そうですね、まあ、いうことで、ニュースだよ。まあだけど動画でね、いやぜひみんなともみたいなことで真由美さんがね紹介してて、うん、もうこうってこうなんか青木さんとか、うん、もうねもうあきらさんとかもうかなうさんとかって、うん、僕の名前が出てこなかったんですよ。えなんじゃそりゃみたいな。そうだっけ、いなかったからね。せっかく同じくこうシンガーソングライターで、まあそんな話はまあいいとしまして、あ、そんな話、まあ、いいとしましてですよ、はい、まあ、とりあえず今日来てもらうことになっていたんですが、はい、先ほどお電話が来まして、はい、仕事が終わりませんと。あ、そう、ということでどうしようと思ってたら、うん、かなうさんも電車が遅れて、うん、あ、そうでしたね、先ほど到着と、うん、まあ、今回も行きましょうよと、うん、前回前回のね、うん、第1回目だけでは、うん、まあ、これはもうかなうさんの魅力を伝えきれなかったんだと、うん、あ、そうかな、そこに神様がですね、うん、しかもメイド服じゃなかったじゃないかとじゃなかったじゃないかって、ダメじゃないかあれではというふうになんかねちょっと天の声がねなんか僕にね天の声かちょっと聞こえてきたんですよねさっき、うん、ということで、うん、まあ、今回もまた前回に続き、じゃあ今日はメイド服でね、はい、バリバリの、うん、本当にイエーイ。でさっきの続きなんですけどもしかしてね、今からご覧になってる方はわからないかもしれないんですが、うん、ただまたその先ほどの最初から説明しだすとちょっと長くなっちゃうんですけども、結婚式でギター演奏したってだけの、はい、だけって言ったの。まあね、昨日ね、はい、はい、したみたいです。まあ、はい、じゃあまあ一応途中からなんですが、まあ、昨日僕の友達の、うん、何君でしたっけ？なんだっけ ？AI。AI 君。AI 君。ああ、あれ、おう。まあ、I 君と呼びましょう。頭文字の I を取って。ほう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 。まあ、I 君がですね。仕事仲間だ。ね、元ね、いやだけどねもう本当に彼が子供の頃からの付き合いなんです。あ、まあ、今27ぐらいですね。結婚式ってどこであったんですか？いやそのね静岡のねまた綺麗な会場だったんですよ、これ。何てとこ、ちょっとねもう僕もびっくり、うん、そう、はい、名前は分かんないんですけど、うん、あの金棒通り、うん、金棒通りね、はい、ありますね、ありますね、あそこのオートバックスあるじゃないですか、もう ほぼもう取り付け通りに近い、うんうんうん、でそこの通り向かいの、うん、綺麗で豪華でしてね、すごかった。なんだろう、あそこロイヤルセントヨーク、あ、セントヨークだ、そうだそうだ、セントヨーク、セントヨーク、あー、そんな名前なんですか。聖火隊とかやってる人ちょっともうこの舞台一
あ、そうなんだ。さすが。それを宣伝したかった、ね。そう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 。うん、そうだね。だからね、本当スタッフの方ももう本当にピシッとされてて、いや僕も今までいろんな披露宴とかね、結婚式とか行きましたけど、いやあの会場ね、すごい。ZOYOKね、あのすごい大きなあの、うん、あのパイプオルガンがあるって教会に。それこそね。え？それこそね、その結婚式遅れちゃったもんで、その先ほど言ったように、うんうん、あ、そっか、起きたのがもう時間過ぎて、ね、夕方6時から、うん、結婚式だと思って案内見てみたら11時45分から、うん、会場、うん、見たのが50分だった、ね、そうで、うん、12時半からのところ、うん、僕は11時50分に初めてそれを知って、うん、っていうことでもうダッシュでもう行ったわけですね、うんうん、はい、それで、うんうん、彼のまあ、結婚式のところで、うん、まあ、僕自身がちょっとこう音楽を披露したわけですけど、うん、まあ、それがあのブザービートの当時ね、うん、はいはい、2人よく見ていた人気ドラマ、うんうん、はい、ブザービートの、はい、主題歌、うん、ビーズの一部と全部、はい、これをですね、はい、ちょっと2人の思い出の曲でありですね、うん、でかつ、まあ、この歌詞の内容がね、ちょっとここにじゃあ教会間に合わなかったんですか。教会間に合わなかったです。あ、本当それで最後のご家族の記念撮影の時にこう間に合ったみたいな、うん、俺のところからアイボールガンが有名なんですよ、本格的のっていうことで。そう、それを見逃しちゃった。そう、残念。残念ですね、うん、またやってくれるといいね。それで、まあ、それでね、うん、僕もその一部と全部を、はい、まあ、あの一部だけ抜粋ですけどってことで、おーおーおー、そう歌ったわけですよ。あ、それ歌っちゃいます今。あ、これあの譜面台違うんですけど、うん、ちょっとちょっと待ってもらっていいですか。え、うん、ちょっと待ってもらっていいですか。譜面台ちょっと持ってきますんでね。ちょっとね、あ、じゃあなんか突然振られちゃったもんでさ。なんだか、え、やるつもりじゃなかったの。あ、そうなんだ。ということでちょっとお待ちください。これやっちゃわなきゃいけないわけですね。うん、一応流れ的にやってください。そうですか、なんかね、人前で歌うの恥ずかしくてね。かわいいです。あ、折れそう。じゃーん。で、まあね、まあ、今日あのブルースだよ人生はですから、うん、はい、ちょっとあのブルースなお話もね、ちょっとあの入れないといけないと思うんですけれども、はい、このね、ビーズのね、この一部と全部というこの曲は結構深い、深いなと思いました、うん、歌詞ちゃんと見たことないな、うん、結構この稲葉さんのこの歌い方ってすごくこう早口なんで、うん、一つのこのなんていうんですか、こう小説の中にものすごくこの単語入るから、うん、なんかね、パッとこう聞いただけでは何を歌ってるのかよくわからないんですよね、うん、正直、うん、けどこうしてね、こう見るとね、うん、ちゃんと歌詞がね、すげーいいなと、うん、で、彼ね、僕のその友達のこの愛くんっていう人もものすごい頑張り屋な分、なんかね、こうなんか支配欲も強いみたいな部分が、ね、ちょっと若干そういう嫌いがあったわけですよ、うん、もう俺の言う通り、あるいはもう何もう全てを、相手の全てをこう把握しないとなんか奥さんの、ね、ちょっとみたいなね、まあ、奥さんに限らず、うん、だからまあそんな性格の彼に、うん、あ、これぴったりの歌詞だなと思ったんですよ、うん、ちょっとね、ちょっとじゃあ最初バラード調に歌ったわけです、はい、僕、うん、でその後ちょっとビート刻んでこう言ったんですけど、ちょっと少しあの歌詞のね、意味をちょっとこの噛み締めながら皆さんちょっと聞いていただきたいと思います、うん、はい、なんかちょっと違うかな、うん、まあいいでしょう、うん、稲葉さんほどね、キー高くないんですけど、あ、うん、まあ、僕は僕の魅惑のバリトンボイスでバリトンボイスでお届けしたいと思います、はい、声がいいもんね、ありがとうございます、うん、またあのこうなんか高いキーでさ、ウィャーとか言うとちょっとメッセージ伝わらないかなと、そうそうそう、ね、低い方が伝わる伝わる、でこうバラード中に、うん、あなたは私のほんの一部しか知らない、勝ち誇るように笑われてもそれほど嫌じゃないよ、
聞いたようなその深い声、それだけで人生のおかずになれるくらいです。すべて知るのはとて無理なのに、僕らはどうして？あくまで何でも征服したがる完璧を追い求め、愛し抜けるポイントが一つあげるに、それだけでいい。あなたは私のほんの一部しか知らない、勝ち誇るように笑われてもこれほど嫌じゃないよ。まめてくる前聞いたようなその深い声、それだけで人生のおかずになれるくらいです。すべて知るのはとて無理なのに、僕らはどうしてあくまで何でも征服したがる完璧を追い求め、愛し抜けるポイントが一つあがいのに、それだけでいいのに、それだけでいいのに。一応その全部歌うとまたね、なんか単なる歌の披露になっちゃうもんで、その一番のこのね、あのこう完璧を追い求めて相手を征服したがっちゃうけれども、はい、全部分かり合えなければダメなんじゃなくて、愛し抜けるポイントは一つあればそれでいいじゃないと、愛し抜けるポイント、ね、一部だけあればいいじゃないのと、これ深いなと思って、まあ、そこの部分をまあね、愛くん、ね、愛くん、はい、こういう傾向あるけれども2人の中においてお互いが愛し抜き信頼し合いね、共有していける部分が一部あればいいじゃないかという、この歌を君たちのこの花向けの言葉に送らせていただきます、うん、あ、なかなかいいんじゃないですか、ということで、ね、コメントが言ったわけですよ、はい、でそれで一生懸命こう練習してて、で気がついたらもう披露宴のもうなんだかもう受付の時間もすでに始まってましたみたいなまあ、みたいな状況があったわけなんですけれども、いいよね、確かにいい歌詞だね、いい歌詞でしょう、うん、改めて見るとね、改めて見ますとね、一部と全部、うん、これいいなと、あ、でそれが終わった後に、うん、彼に、というかこう彼のお兄さんがですね、うん、またね結構これがまた声がのぶとくてね、いい声してるんですよ、でまあ、あのその会社の社長でもあるわけですその彼のね、愛くんのこの、お兄さん、実のお兄さんであり、その会社の社長、そこの社員で、はいはい、頑張ってるわけです、はい、で、ちょっともう社員全部前来て、うん、でこう乾杯を歌ったわけです。乾杯もね、僕ねちょっとね、実際あのよくライブでもリクエストあるんですよ、正直。だけれども、なんかすごい月並みな感じになっちゃうじゃないですか
なんかよく聞く感じだね、はいはいはい、ラストは乾杯ねみたいな そ, うだ、ね、だそういうのちょっとそう見られたくないなみたいなのもありましたんで、あんまりね、あの公の場で歌ったりっていうのをちょっとね避けていたんですけれども、ですがね、まあ、今回のこの披露宴でちょっとまあ、弾きながら、まあちょっとね、みんな歌いながら一緒にこう歌ったんですけど、あでもみんな知ってるし ね, いいね、うん、やっぱああいう方といいと思うよ、乾杯いいですよ、え、で何今歌わなきゃいけないのこの乾杯、僕あれ誰も何も言ってない、はい、お願いしたいです、やっちゃっていいです か, そうか、はい、今日は実はね、はい、僕のオリジナル曲の譜面台を忘れてきちゃいましたんで、ですからじゃあまあこんなんで、うん、ところで今日あの何時まで、うん、ちょっとだけじゃない、あとどのくらい、もうあら、でも始まりも遅かったからさ、ね、うん、10分15分をしても大丈夫じゃない、じゃあこれ乾杯を、うん、まあ、ここにいる皆さんで、はい、みんなで歌いましょうか、勝手に皆さん巻き込んでますが、こっちを向こうとしない方々、あの、乾杯、乾杯、乾杯、そうですね、こちらのスタッフはあのいろいろちょっとこうね、こうやってていろいろ大変みたいですので、そうだね、私も歌、私も歌、あ、そうですか、あざす、私も歌いな、まあだからここは一つね、この乾杯。今日僕だけど、さっきギリギリまでなんかいろいろ番組、はい、別番組出てて、全然全然喉も何もあのもうこっちもなずーっと喋ってね。本来ね、やっぱリハでね、はい、よく手を動かしておかないとね。あ、そう、動きが、ね、動きが、ね、あ、やっぱ喉もね。あ、そうですね。と軽く言い訳しておいて。しなくても大丈夫だよ。難しい、わかんないかも。はい、あ、すみません。固い絆に思いを寄せて、語り尽くせる青春の日々、時には傷つき、時には喜び、肩を叩き合ったあの日、あれからどれくらい経ったのだろう、沈む夕日をいくつ数えたの、ふるさとの友は今でも君の心の中にいますか、今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ、キャンドルライトの中の二人も今こうして目を細めてる、大きな喜びと少しの寂しさを涙も言葉で歌いたい、光を体に浴びて、振り返らずにそのまま行けばよい、風に吹かれても雨に打たれても信じた愛に背を向けるな、人生の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ、もう一回です。
わせられ君に幸せ。終了しようとしてしまったんですけれども、なんかブルースの話をちょっと。マイミンさん来てますよ。マイミンさん来てます。あ、マイミンさん。本当に。マイミンさん。田中俊夫さんゲストではなかったですか。残念だね。あ、本当だ。そうなんですよ。ちょっと仕事だって。仕事で来れなくなっちゃったんですよ。うん。ねえ。来てくださると盛り上がりますね。そうだね。一応ね、番組が終わってもいいから、とりあえず今日来てよとは言ってあるんですけどね。うん。終わりしたね。まあ今後の、まあいろいろ。まあ、未来の話をしようじゃないかと、はあ、まあ、いうことで今後の未来のもういいですか、はい、ということなんですけど、まあ、今回もまあこんな感じで終わっていくんですが、カノさん、はい、いかがでしたですか。ああすごい、なんか前回に続いてね、あ、はい、今回もあ、はい、歌がとっても良かったです。良かったですか、うん、結婚式場に来たような気分でした。そうですね、はい、カノさんもやっぱりゆくゆくはあれじゃないですか、今回あれじゃないですか、フランスでゲットできるんじゃないですか。あれを、いい男。あ、本当、そうそうそう、そういう話も何度か聞きますが。聞きますが、言われるわけですね。そうそう、言われるんだけどね。だけどそのカナオさん的なそのなんか好みのタイプってあるんですか。あ、それちょっと、ね、今ファンの方ね。そう、ね。後でか、まあ、今かね、見られてちょっとここ聞きたいっていう方いっぱいいらっしゃると思いますよ。そうですか。好みのタイプ。うん、そう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 。なんかたこ焼きみたいな人とか言わないでくださいよ。なんで。いや、なんかたこ焼きみたいな人、あのイタリアンたこ屋、たこ屋だけに、たこ屋だけにたこ焼きみたいな人ではないです。たこ屋関係ないんですね。たこ屋関係ないです。はいはい、はい、タコスのたこだから、はい、そのたこ屋さん、そう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 、そうですか、そうですか、そう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 、ぜひ音羽町のイタリアンたこ屋たこ屋で、まあ、この格好はしてないんですけれどもいわゆるホールの責任者で、ああそうですね、接客の方されてますので、皆さんいらしてみてください。いらしてください。静岡のね、はい、静鉄音羽町駅のその駅の上2階みたいな、はい、2階になります。よろしくお願いします。で、お好みは、あ、お好み、はい、そうだな、うーんと、なんかそうだな、最後バシッと、いや、私のこと、はい、私のこと好きになってくれれば、なるほど。誰でもいいです。なるほど。そこでさ、そこで、まあ、確かにね、もうカナウさんのその気持ちとしては誰でもいいっていうのはそれは素晴らしいと思うんです。うん、だけど誰でもいいって言うと本当誰でも来ちゃいますからね。来ないよ、来ないよ。やっぱり少しね、少しねハードルを上げてあげた方が男はまた燃えるわけですよ。なるほど。はい、あえて、まあ、どんな方でも、ね、自分をこう愛してくれる人ならいい。それはよくわかるんですよ、うん。一応みんなに伝えるときはですね、少しやっぱり、ね。私と気が合う人で、はい、例えばどんな人を趣味、趣味、こんな趣味持ってる人好きとか、あ、東野圭吾が好きならいい。東野圭吾、あ、圭吾、圭吾、例のね、例の、はい、例の東野圭吾が好きな人集まれ、あるでしょ、はい、何でしたっけ、実に面白い、あ、そうそうそう、ガリレオね、はい、ガリレオね、そうそう、ガリレオの、はい、サスペンスミステリーが好きですね。サスペンスミステリーの本なんかで、うん、ドラマとかね、うん、話題で盛り上がれる、あ、そう、盛り上がりたいですね、素晴らしい、うん、あんまそういう話できる人いないから、なるほどね、うん、この前の魔界水湖伝も面白かったよ、魔界水湖伝の話だいぶマニーな話になって、あ、だけどさ、今日フェイスブックで見たら、うん、天野義孝どうのこうのって書いてあったでしょ、そうそうそう、あ、そう、これ見せてみようかな、いや、このね、天野義孝さんっていうこのね、
超有名イラストレーターの静岡出身の方の、これ、はい、これもらったんだけど食中毒あの保健所で講習会があったんで、天野さんも本当にいろんな絵柄を描きますね。野菜の妖精っていうタイトルのね、あ、そう、これもそうなんだよ、そうそうそう、天野義孝さんデザインですか、これ。そのこのタロットもそうなんですよ。もうね、当時はですね、このいろんなそのもう僕が好きなこうホラー作家のですね、うん、聞いてます？聞いてます、聞いてます。夢枕漠さんとかですね、菊池秀幸とかですね、はい、そうですね、うん、もうこういう方々のもうホラー小説の挿絵はもうほぼこの天野義孝さんだったんですよ。そうなんだ ね、はい、だからね、似合いそうだもんね。だからこの天野義孝さんのこのイラスト集とかはね、すごい素敵だよね、これ買っておりました。ね、ラストシーンもね、いっぱい出てますよね。すごいすごいすごい。そう。私もだってもうその、うん、ガッチャマンとかヤッターマンの時代からね、そうそうそう、ヤッターマンとかやってるよね。ずっとやってますからね。そうだよね、すごいよね。すごいです。静岡人としてね、誇り高いね。誇り高い。あ、静岡の方なんですか？静岡市出身なんです、その人。あ、それでグランシップとかを見るんですね。そうそう、よくやってるんでしたから。なるほど、なるほど、なるほど。すごいでしょ？はい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 これをもらえただけで、まあ、そんな、ね、うん、話で盛り上がれる方、あ、そうですね、方そう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 、だけどやっぱあれですね、まずは、うん、やっぱ好きなら、うん、食べに来てよと、食べに来てよ、ね、まずはね、うん、そうですね、でそこで番組見ましたよと、あ、言ってくれたら、そこからなんかこうつながりもあるじゃないですか、まだね、まだ全然ないですよ、今まで全く今んとこないけど、来てくれるといいな、来ますよ、私いつもいるんでよろしくお願いします。ということで、じゃあそんな感じで今日は終わりたいと思いますけれども、うん、じゃあ、来週再来週はいらっしゃらない。そうなの、残念、本当に仕事入っちゃって、ね、いやもう第3回目のこのね、うん、ブルースで人生話にも出ていただこうかと思ってます。あ、またあの放送を見ますのでやったら、わかりました、うん、ところ、はい、来週僕の番組はやらない、え、やらない、来週はあれですか、まゆみんさんですか、え、予定入ってますか、予定、まだ何も決まってないわけですね、うん、はい、タロットカフェあります、タロットカフェはもう健在で、でそこには僕の友達のマジシャン、マジシャンが、うん、いいな、キッサちゃんが会いたかったな、カナオさんがいないんだったらカナオさんの枠でやってもいいんじゃないですか、あ、まあやってもらってもいいよ、あ、僕、そう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 、カナオさんの代わりにカナオのカナオさん代理の太田ですけれども、45分ぐらいかな、萌えキッチンで、萌えキッチンってあ、そうか、もうキッチンではなくなったんですね、今ね、キッチンじゃなくなったよ、来週どうするって、萌えトーク、あ、いいよ、じゃあうちの予定ぐらいに今、あ、そうだね、予定ぐらいで、けど順番的に言ったら、あの次回はまゆみんさんが、うん、順番的に待ってるんですか、交互にこう、これ基本交互じゃないんですか、あ、そうなんですか、うん、なんとなく無理だもんねって、あー、そうなんですか、いいじゃない、やってもらった枠軸は開くし、あ、カノさんの時間にね、私も毎週できるのかな、うん、僕っすか、基本、来れるならやったら、わかりませんね、一応僕もやっぱり、じゃあ、まゆみんと交互の交互でいいじゃんね、うん、そうですね、今日も実際早く来れたのは、お客さんのキャンセルがあったからなんです、あ、そうなんだ、キャンセルなければ本当もう6時もう回っちゃうかもしれないぐらいの状態だったんですね、あ、まあじゃあね、これ、ね、なかなかね、この本業っていうのはもう別にあるもんですからどうもということで、そうだね、じゃあ、ね、まあ、じゃあマユミンで、マユミンさんですね、うん、ゲストで来てもいいしねゲスト、うん、タロットカフェにも来ていいし ね、 そうですね、来れたらね、基本ね、うん、ほとんどなんか持ち回りで番組やってますよねでもいいよ、ゲストもちゃんと来て、はい、今日結局僕3つ出てますもんねそうだね、本当だね、4時半から大変でした、はい、ということでしたですけれども、はい、はい、ではそんな感じで今回第2回目終わりたいと思います、はい、まあ、フランス、じゃあ、気をつけて、あ、行ってきます、帰ってこれるように、はいはいはい、では、以上で本日の太田隆一のブルースだよ人生は終わりたいと思います、はい、どうも皆さんありがとうございました、ありがとうございました、さようなら。